この試合は10分5分5分の3ラウンド、勝敗は一本勝ち TKO 判定によって決められます。眼球、後頭部、筋敵など急所への攻撃は禁止されています。さあミルコ・クロコップ、イゴール・ボブチャンチン、果たして壮絶な殴り合いとなるのか。がっちりと2人が握手。さあミルコは止まるのか。そしてボブチャンチンは時代の波にあるいは飲み込まれてしまうのか。注目のヘビー級スーパーマッチ、今ゴングです。さあ高田さん、ミルコが来ました。始まりましたね。果たしてこのミルコに対して、かつてはこのプライドで光を輝き続けたボブチャンチンがどこまでね、詰め寄れるでか。これお互いの今後の未来を占うね、決定する大事な試合ですよ。ボブチャンチンにとってはもしここでミルコを倒すようなことがあれば、一気にまたスターダムにね、そうなんです、のし上がります。のし上がりますよ。そしてミルコの場合はこの先にさらにヒョードルというね、そうなんです、大きな目的が待っている、この後直接ヒョードルに、ヒョードル戦にね、のたどり着くためにもね、インパクトのあるね、そうですね、最初したいところ、はい、さあこれはお互いも完全に打撃ですね。ですね、これ危ないですからね。このロシアンフック2つありますよ。リモールボブチャンチン、これが当たればいかにミルコでもというパンチです。そうですよ。さあ右のミドルキック、リモールボブチャンチン、リモール動きいいですね。まだファンはボブチャンチンを忘れていません。大きな歓声です。このキックは見切ったミルコ、徐々にこのミルコの頭の中にボブチャンチンの動きがインプットされていく。左いいショートパンチから入っていく。しかしまだ離れていきます。あ、緊迫感な。あ、ミルコもこれは今日は打撃でいこうというそんな雰囲気ですね。そうですね。ちょっとこれは大きい。あ、決まりました、決まりました。一発です、完璧です、完璧なハイキックです。大丈夫かな。左ハイ、イゴールボブチャンチン失神ノックアウト。倒れ方危ないですよ、倒れ方が危なかったね、危なかった。ミルコ・クロコップ